今朝、東京の立川拘置所。面会に訪れた JNN の記者に対し、白石被告は初公判を迎える心境をこう語りました。普段と変わらない朝です。朝ごはんがうまかった。今日の裁判では間違いありませんという予定です。そして事件については、一人目を殺すときは3日間考えましたが、あとは次々と殺しても平気でした。遺体を解体するのは本当にだるくて、誰かに頼んで任せたかったぐらいですから。事件が発覚したのは2017年10月。行方不明の女性を捜索するため、白石被告のアパートを訪れた捜査員が、部屋にあったクーラーボックスから男女9人の頭部を見つけました。逮捕されたのは、当時27歳で無職の白石貴博被告。9人の犠牲者はいずれも10代から20代の若者で、そのうち8人が女性でした。わずか2ヶ月の間に性的暴行を加えた後に殺害したとみられています。事件からおよそ3年。今日開かれた初公判で白石被告は間違いありませんと起訴内容を認めました。冒頭陳述で検察側は、金や所持金を奪う目的で1人目を殺害した後は性欲も同時に満たせると考え、その後の事件を起こしたと指摘。自らの欲望を目的とした犯行で、計画的で卑劣さや残虐さがあるとしました。一方の弁護側は、被害者は殺害されることを承諾していたと主張。より法定刑の軽い承諾殺人罪に当たるとし、白石被告については事件当時、心神喪失や心神耗弱の状態で無罪か減刑されるべきだとしました。ツイッターなどの SNS で自殺願望をほのめかす若い女性を探し出し、一緒に死のうなどと接触していた白石被告。今朝、犯行の動機について記者にこう話していました。強盗と性欲があっただけです。強盗目的ですから、この事件は。金になる女性は殺さずに返していました。楽にお金が稼ぎたかったんですよね。被害者や遺族に対して謝罪の気持ちがあるか尋ねると。一人目の女性には申し訳ないと思っていますが、二人目以降は殺すことに慣れてしまったので、罪悪感はなくなってしまったんですよ。被害者の遺族のことは僕は知らないので、謝罪の気持ちはないです。そして、最後にこう話しました。捕まったことへの後悔はありますけど、やったことへの後悔はないです。捕まっていなければエンドレスでやっていたと思いますよ。絶対に捕まらない方法だと思っていたので。